福本稲明治36年8月26日は、日本の医師、現在の長崎県長崎市出身、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの娘。日本人女性で、初めて三回として、西洋医学を学んだことで知られる。オランダ・オイネの異名で呼ばれた。母の滝1827年、ドイツ人医師であるフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトと、丸山町遊女であった滝の間に生まれる。 母の滝は、昇家の娘であったが、実家が没落し、現氏名へ、その扇として、日本人の出入りがごく限られていた出島にてシーボルト、お抱えの友女となり、彼との間に、非政治として、稲を出産した。稲の出生地は、長崎市道座町で、シーボルト国外追放まで出島で今日持ち、当時の出島の家族団らんの様子が河原慶画の、海外に残っている。 ところが父シーボルトは1828年、国禁となる日本地図、ナルタキ塾文化生による数多くの日本国に関するオランダ語翻訳資料の国外持ち出しが発覚し、稲が2歳の時に国外追放となった。稲はシーボルト文化で、宇野町の町医者、二宮敬作から医学の基礎を学び、石井総研から参加を学び、村田増録からはオランダ語を学んだ。 1859年からは、ヨハネス・ポンペ・ファン・メーデル・フォールトから、参加、病理学を学び、1862年からは、ポンペの後任である、アントニウス・ボードウィンに学んだ。後年、京都にて、大村が襲撃された後には、ボードウィンの治療のもと、これを看護しその最後を見取っている。1858年の日蘭、修好通商条約によって、追放処分が取り消され、 1859年に再来日した父シーボルトと長崎で再会し、西洋医学を学ぶ。シーボルトは長崎のナルタキに住居を構えて、昔の門人や稲と交流し、日本研究を続け、1861年には幕府に招かれ、外交顧問につき、江戸でヨーロッパの学問なども講義している。ドイツ人と日本人の間に生まれたジョージとして、当時では、 稀な根結であったので差別を受けながらも宇和島藩主、伊達宗成から工具された。宗成より、それまでの、室本稲という名の解明を指示され、楠本伊徳と名を改める。1871年、伊母邸にあたるシーボルト兄弟の支援で東京は、築地に開業した後、福沢諭吉の口添えにより、区内省御用係となり、金100円を貸しされ、 明治天皇の助官洋室講師の出産に立ち会うなど、その医学技術は高く評価された。イボテイ・ファインリヒとその妻、岩本花の第一子の助産も彼女が担当した。その後、1875年に、医術開業試験制度が始まり、女性であった稲には、受験資格がなかったためと、広市大寺母所を守るため、東京の委員を閉鎖し、長崎に帰郷する。 1884年、医術開業試験の門戸が女性にも開かれ、すでに57歳になっていたため合格の望みは薄いと判断し、稲はこの試験を受験しなかったとする通説があるが、当該試験は新たに開業を志す者を対象とした試験であったため、町医者として豊富な経験を持つ稲は受験する必要がなかったというのが実情である。 この試験に合格し開業した、小木の銀行が、日本初のジョイとして話題になるが、あくまで国家試験に合格した、ジョイ1号であり、稲を含め、野中園、稲井聖安松岡小鶴、江本銃、光と玉江、高原など、多数の女性医者が、すでに存在していた。62歳の時、実の娘の楠本隆子一家と同居のために、長崎の山院も閉鎖し再状況。 医者を完全に廃業した。以後は弟、ハインリヒの世話となり、余生を送った。1903年、うなぎとスイカの食べ合わせによる食中毒のため、東京の麻布で死去した。去年77、墓所は長崎市高大寺にある。なお、稲は生涯独身だったが、総研との間に設けた娘、ただがいた。ただ自身の手記によれば、 稲は、双剣によって、船中で交換されて妊娠した。手記の中で言う船中とは、母畑が長崎に帰った、西の下津港から出ていたとされる北前船の定期航路便を見送った船ということになるため、高橋側から下津港を結ぶ高瀬船を指すと考えられる。このため、う信仰男は、実著の中で交換自体はあったものの、船頭や、 他の乗客がいる中での戦中交換は現実的ではなかったのではないかと考察している。ただの手記は以下の通りである。母、稲と石井聡健との関係を去るしませう。母、稲派、石井聡健を代理手術の研究に従事することになりました。祖母、滝派、私の母稲の落ち着け具合を見るために、 石井の宅へ、遥か訪ねて散りました。しかもして母稲の修行をする様を見届けけ、進むく安心。松室しまして天神丸と運船二条って長崎へ、切りました。その際母、稲葉、石井と京に船二条りまして、母を見添りまして、天神丸が砲を上げて出船をする。母は石井と二人切ります途中、船中で石井にく絶、枯れましたが、 母は石井を嫌いまして、懐にした担当を持って、野獣のやうなイ石井予防をぎましたけれども、石井の暴力に抵抗で、傷、とうとう諸女の凝りを張られました。母は一度、石井隆史県に勧認されましてから、その後は一度も石井と肉子をはありませんでした。母は石井を、中津のやうに嫌っていたのです。ところが母は水に妊娠いたしました。 しかもして私を生んだのです。買うした因果で私派生まれました。母は何も天意で洗う。天がただことして私を十桁ので洗うと諦めまして私をただと名付けました。母が分娩いたしました際に葉、三葉を使い、わず自分でへその糸口をせつったサウです。母は私を分娩いたしまして後長崎へ切りました。 母が出発の時に石井派遣査を利用いたしましたが、母派人でなしの石井と第二反見ばりましたサウです。母が石井をいや二言花見大抵のこと、ではございませんでした。母は石井を、陣田藩でいました。山飽鷹、晩年の稲と、娘鷹子その後、総研は、師匠のシーボルトの娘に手をつけていたとして、他のシーボルト文化生から避難され、稲は、 彼のことを激しく憎んだ。彼女は未婚のまま一人出産し、生まれてきた死生児を天がただで授けたものという意味を込めて、ただと名付けたとされる。後年、ただも母と同じく、伊達宗成なりにより改名を指示され、こう、高子と名乗った。なお、楠本高子はその美しい要望から、後に、明治の美人写真を見ていた、松本霊児が銀河鉄道39の、 メーテルや宇宙戦艦ヤマトのスター社のモデルにしたと言われている。なお、タカコも医師に合姦されて出産しており、親子二代にわたって悲劇に見舞われた。日本での子孫は、クスモトや、米産家。資料については、オジハインリヒ・ホン・シーボルトの子孫で、シーボルト研究家の関口氏を中心に、設立された日本シーボルト協会。 子孫及び研究者より資料を委託された、シーボルト記念館、稲の市で、なるたき熟成である、二宮慶作の出身地愛媛県西予市の資料館が、研究を進めている。シーボルトが日本において、制服田や、室異没地盛りといった手字を使用していたことから、稲がそこから、質の字を拝借し、質本と名乗っていたとされ、五秀像の、シーボルト先生その生涯び業では、 稲が上島を訪れた際に、伊達宗成が、質本伊徳という声明に改めさせたと記している。しかし、愛山幸喜や店諸淵が稲に宛てた書簡などでは、矢元となっており、そもそも、質本という名乗りはしていなかったという可能性が指摘されている。また、楠本聖や伊徳という名に関しても、シーボルト記念館の館長を務めた小田武氏は、 伊て宗成なりと出会う前より名乗っていたと指摘しており、稲が厚遇されただて家への恩を強調し、先祖美化の意図を持って、呉に語ったのではないかとする歴史家も存在する。吉村明の、フォン・シーホルトの娘の中で、小賀十二郎は、稲が、心本、し本、という姓、伊徳という名を折々名乗ったとしており、シーホルトの、SI、棒転化させた、も、D ノート。 通の三本を合わせたものを生とし、愛と D の発音のままに、糸を当てた名を使用し、矢本一徳はどちらも父である C ーボルトから着想を得た、生命だったのではないかとしている。楠本稲の存命中において、オランダを稲という故障が存在したことを裏付ける、資料は存在しておらず、右進行男は1970年3月30日から9月26日まで、 TBS ポーラテレビ小説として放送されたテレビタイトルオランダ・オイネが書出であり、同作品の脚本を手掛けた横光明の造語であるとしている。その後、シーボルトの夜叉ャ語にあたるクラウディア・シーボルトが来日し、シーボルトの足跡をたどったことを報じた新聞の中で、クスモト・イネに対してオランダ・オイネという名称が当てられるなど、異名として一般的に普及したと見られている。 ありがとうございます。